機乗った日ってやっぱり調子悪いんですよ。おおおお、はい、なな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 、じゃあ私が攻めていくんで、一個一個が痛いぜ。色味だいぶやばいですね。明らかの軽さがもうすごい。噂の観念の王子です。新旧治療院サロン Q 院長の中島です。はい、また来ました。東京といえばのサロン Q さん、今回はちょっとそのサイドに2人ほどちょっといないんで、マンツーマンでタイマンを張らせていただこうと思っておりますが、言い方よね、イヤサリン。前回本当ね、来た時から死んでたんで、生き返って帰ってこれてよかったですね。まだ動画見てない方はですね、説明欄にリンクもありますので、ぜひ見ていただきたいんですけども、僕ね今回気づいたんですよ。何をですか？僕ね、気圧にやっぱ弱いみたいで。ああ、なるほど。今も頭痛がちょっとしてるんですよ。今日東京に来たんですけど、はいはい、天気の気圧にはそこまで影響ないと思うんですけど、うんうん、飛行機乗った日ってやっぱり調子悪いんですよ、ね、乗って降りたら、うん、頭痛いなみたいな。耳鳴り出てます？耳鳴りはもうここ最近結構頻繁に出てます。確かに耳鳴りも悪化してますね。多分内耳すごいむくんでて、気圧低くなって膨らんで痛いになってる可能性めっちゃありますね。というわけでちょっとこうむくみと慢性疲労ですね、サロン Q さん、はい、中島先生に取っていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ビフォアの検査をしていこうと思います。今おおおお、急に来た、びっくりした背筋ピンとなったね。今もうこんぐらいシュンって下がってたから、腹筋立ってないんだなっていうのと、立てれないから丹田の力が弱ってますね。人魚ですね。人魚といえばの王子ですね。首だけで右を向いてみてください。今日は調子良さそう。いやでもね、ピキッとします。ピキッとする。じゃあ次反対側を向いてみてください。こっち向けてますね。そんなことはないでしょ。いや、向けてないです。おおおじゃあ次、お腹に手を置いていただいて体幹回していきましょう。回らないですね。回らないですね。こっちの方がまだ回りますね。そうね、そうね。こっち回した時にどこで痛みます？左のこの側面。側面、引っ張られる感じ。そうっすね、引きちぎられそうな感じですね。なるほどね。おお、くすぐったい、痛くすぐったい。足の色悪い、相変わらず。まあ足の色の悪さといえば王子ですから。おー、痛いね。今日は足の先生いないから足つぼないと思って、こうちょっとこう安堵してたのに。大変やね。なるほどね。なんかこうブニブニ感、ブニブニ感ある。本来だったらここにポコって骨出てるはずなんだけれど、バッチバチ。 あったあった、こっちこっち。怒り混じりのイライラするストレスとかじゃなくて、どちらかっていうとじんわりこれからどうなっちゃうんだろうのストレスが多いんじゃないかなっていうふうに。不安感と、不安感というか、歯食いしばって耐えなきゃみたいな、見透かされてるカウンセリング感は、東洋医学使うと割とそうなります。思い当たる節がないわけではない。今年はなんと攻めていく、うん、この攻めていくというこのスタイルに不安を覚えているのは、まあね。じゃあ私が攻めていくんで。それ物理的なあれですよね。そう。今日背中がちょうど水玉の跡も抜けたということなので、また追加して水玉つけていこうかなって思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね。でその後にちょっと首回りとやっていきたいと思います。この辺りすごいダメそうなんだよな、脇腹。そうね、この辺はね、悪い自覚はあるんですよ、確かに。むくみすごすぎて、着てた長袖の服の跡残ってるもんね、腕に。ここね。ガンプラの継ぎ目みたいな。前と後ろでこうカパンってはめるよね。こんなとこむくんでるとは僕もちょっとびっくりですよ。うん、普通ないからね。むくみといえばの王子だから。やっていきましょうか。お願いします。お願いします。やってきまーす。おいしもーす。おーい。水玉も久しぶりだからですね。なんか動画ではよく見かけてるんで。いやいや、気のせい。あれみんなね、うち毎日出してるから勘違いしてるけど、そんなにしてないから。うい、あ、手あったかいですね、先生ね。そう、おかげさまでね、この手のあったかさでご飯いただいてるんです。どういうこと？いやいやいや。いいなぁ、手あったかいのいいなぁ。
っぱ手あったかい方が不意に触られた時にビビらせなくて済む。すいません。ナマコハンドといえばの王子なんてね。スクワランオイルが塗り終わりました。つけていきたいと思います。じゃあ、いきますね。大丈夫です？大丈夫です。スライドはされないですね。スライドは今回はちょっとなしでがっつり吸っていこうかなと。おー、スライドがない分一個が一定ぜ重ためになっております。あー、脇腹脇腹ダメっすね。あ、だいぶ来てますね。あー、いやー、脇腹気圧にね、弱いなと思ったのが、はい、年末年始宮古島で僕ちょっと過ごしてたんですよ。あ、いいですね。でダイビングしたんですよ。うん。その日の夜僕体調崩して倒れてですね。あらら。単純にのぼせたのと頭痛ってみたいな、そんな。引きこもりがね、あんなことしちゃダメ。そんなダイビング一緒にしましょうよ。そうっすよね。中島先生あれでしたよね。インストラクターの一個手前の資格まで持ってます。なんか勉強されてたんでしたもんね。そう、海洋生物、海の生き物が好きだったので。なんか鱗が好きなんでしたよね。そうそうそう、鱗が好きっていうのもね、なかなか珍しい。あれね、珍しいって言われるよね。でもあの翼が好きとか羽が好きとかとか同じ勢いよ。翼が好きっていうのもちょっと僕よくわかんないんだけど。何言ってるんですか。中二病だったらわかるでしょ。ガンダムウィングのウィングはロマンじゃないんですか。だって僕なんか中二病前提の話でなんか今進んでたけど中二病じゃないよ違ったか。おかしいおかしい、まあ、でもガンダムウィングの翼が好きでしょうにはちょっとそれはそうですねっていう答えになるけど。でしょ。いや、めっちゃいい色出てますね。あ、スライドがない分一個一個が痛いぜ一個一個が痛いぜ一個一個が痛いぜ。スライドした方がいいですね、うん、一時的に緩んでここの後のこの数時間が楽なんですけどね。そうですね。それがないとそれはそれでこれがきつくなるからどっち取るかなんですけどね。うん、まあ受ける側としてはね、スライドしてほしいですよね。あれね、本当体調悪いから痛いからね。そう、普通に痛いから。宮古島はですね、やっぱ海綺麗だったのは良かったんですけど、やっぱ慣れないことしたもんでですね、首のとこが毛包炎チックになっちゃってですね、はいはい、不純物が毛穴に詰まっちゃって炎症こその毛包炎って言うんですけど、どうもそれになったみたいですね。あれ、そんなに井上先生は海と縁がない感じですか。縁はそうですね。いや、井上方は実は漁師の家なので、はい、ちっちゃい頃はよく漁船に乗って釣りに行ってたりしてたんですけど。なるほど。それ小学生とかの話だから20年以上もゲームと部屋に引きこもってたからですねだいぶいい色になってきましたよ。じゃあ外していきますよ。どうですか、色味は。色味だいぶやばいですね。まあ年末年始で悪いもん溜め込みましたからね。あら、んよっ、ういういが、やべえの出てるわちょっとごめん、これ写真撮りますね。やべくんですか。あらまー、あらまー腰でその色でしょ。腰でこの色。あらまー、あらまー、今年は溜めたぜ。まあ、まだ1月やけど。1月、1月も前半20日で溜めたぜうぅ、うぅ、うぅ、わー、開放感、開放感すごいですね。うん。脇腹だいぶ抜けたんじゃないかなと思います。いや、脇腹がね、今すごいこう、なんていうのかな、緩んだ感がすごいですね。うん。色やばですね。いやー。いいよ。体調はね、崩してないんですけど、忙しさは相変わらずだったので。うん、特に年始はやっぱなんだかんだとですね、新しい仕事の依頼とかもあって、なんか出てくるのにちょっとプッチンプリンを彷彿させるような抜けない、
プッチンプリン好きにはたまらんです。たまらんですね、これ。プッチン、プッチン、プッチンやからね。そう。うぅ。抜けないんだもん、だって。多分いつか水玉と一体化するんじゃないかな。どういうこと？抜けない。エアは抜けてんの。うぅ。ういよよし、じゃあ飛んでこう。うお、肩肩周りやばいっすね。肩のこの開放感すっごいすごい、色すっごいすごい、いやー、やばい色出ましたね。やっぱ皆さん、メンテナンスはね、大事ですよ。メンテナンス大事ですね。大事です。サボっちゃダメよ、やっぱね。王子が言うと説得力あるね。でしょ？うん。もうメンテナンスといえばの王子ですからね。じゃあ、閉じていきましょうか。なんか背中伸びて身長高くなりましたね。ああ、そうっすか？うん。座高が伸びた。座高伸びた。でもね、やっぱ背中の軽さがもうすごいですね。うん。色、えぐいの出てましたからね。アフターの首の動き見ていきましょうか。はい。はい。首だけで右向いてみてください。お、いいんじゃないですか？めちゃめちゃ見えますね。はい。どうも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 。じゃあ反対側向いてみてください。うん。うん。ここは少しまだ突っ張り感はあるんです。最初のピキッと感は全然ないですね。ないですね。じゃあ次、お腹に手を置いていただいて、ほい、せーの、ほい、おい、めっちゃいく。これ皆さんね、ごまかしてないからね。そう、結構ね、ごまかそうとするとね、手を動かしたら回るんだけど、そう、ちゃんと手このままでも、こうだから、そう、全然余裕ですよ。そう、さっきビフォアの状態でこう回してたんだけど、結構力入れてましたからね、お、全然回る。軸もぶれない感じ。ぶれないですね。しっかり緩みました、ね。攻めていきますから、今年は。攻めさせていただきました。厳密に言うと座れたんですけど。そう、座れましたね。久しぶりにしっかり水玉を受けましたけど、やっぱ軽いですね。そうですね。なんかね、背中可愛くされたりとか、いろいろされてましたけど。なぜかカンナには星とハートがあるんで、Q さんにはないですからね。Q さんにはちょっとね、悪いのしかないですね。なので、水玉模様になりますね。でも実際真面目な話ですね。水玉っていわゆる古い血液とか悪い血液、おけつって言うんですけど、これがあると疲れが取れなくなるんですよね、うん、一晩寝ても疲れが残ってるとか、そんなに疲労は溜まってないはずなのに疲れやすいっていう方はですね、一回受けてみると回復力が変わりますので、変わりますね。ぜひ一度受けてみてください。ぜひ受けてみてください。これぜひ伝えたい。わかる。受けないとわかんないからね、うん、詳しくは説明欄に Q さんリンク、はい、Q さんリンクっていいですね。 Q さんって言ってるのは神田さんだけど、あ、 Q さんリンクありますか？ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今ちょっとここ首の前面があるので、ね、うんうん、ちょっとこの辺もやってもらおうかなと。はい、やっていきましょう。はい、お願いします。残念ながら、残念ながらあれっすよ、サロン Q でできる主義私大体できるんで、ですよね。はい、じゃなきゃ院長やってないっす。話させない。折れるよ、折れる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 、こっち本当折れるよ。おー、割れる割れる、頭割れるよ、割れる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 、攻めていくから、攻めていくから、ね、じゃあ私が攻めていくんで、それ物理的なあれですよね。そう。あの、押せば命の泉が湧くみたいな。また私分かる人の方が少ないんじゃないかな。でも昭和のネタやね。絶対もう平成の人分かんない。分かんないね。まあそういうネタがあったんですよ、昔。